お前うまそうだなは、宮西達也による絵本作品。ポプラ社から発行されたティラノサウルスシリーズの一作で、2015年時点でシリーズ累計200万部を超える大ヒット作。シリーズを通してティラノサウルスが主役となっているが、連続性のないすべて完結した内容。当初はシリーズの予定はなかったが、後にシリーズ化された。他の作品同様。 作者自身が全国で読み聞かせのイベントを行っている。2010年にはアニメ映画とテレビアニメ化された。その流れで2011年春よりモバゲータウンにてソーシャルゲームが提供されている。ティラノサウルスシリーズはアメリカやフランス、中国や韓国でも翻訳出版されている。中でも中国では2018年時点でシリーズ累計800万部を発行している。 お前うまそうだなのタイトルで2010年10月16日公開文部科学省選定全国私立保育園連盟推薦ティラノサウルスシリーズお前うまそうだな君は本当に素敵だねあなたをずっとずっと愛してるの3冊を原案に映画化作者の宮西は張り詰め役で宮西の妻の宮西美奈子もイア・サウラのおばさん役で声優に挑戦している キャッチコピーは最初は食べるつもりだったのに。2010年10月16、17日初日2日間の映画観客動員ランキングで初登場第10位となり、またピア初日満足度ランキングでは第1位になるなど高く評価されている。原作者、宮西達也の要望により映画は絵本と違っている部分がある。装飾恐竜、前朝浦のお母さんは ある日、川で流れてきた卵を拾い、巣に持ち帰り、自分の卵と一緒に育てることにした。そして拾った卵の殻を破って出てきたのは、肉食恐竜であるティラノサウルスの子供だった。お母さんはその子を、ハートと名付け、ハートを危険視する仲間たちから群れを追い出されても、自分の子、ライトと同じように愛情を注いで育てるが、ハートは、ある事件から、自分は、 平原の王者である大和子であることに気づき、お母さんの元を飛び出してしまう。群れに入らない肉食恐竜として強く生きていく決意をしたハートは、ある日偶然卵を見つける。卵から帰ったのは草食恐竜アンキロサウルスの子供だった。ハートは、お前、うまそうだなと言い食べようとするが、その子に自分をうまそうと名付けてくれた父親だと思われてしまう。 こうして、ハートとハートを、お父さんとしたう、うまそうとの奇妙な親子生活が始まった。あなたを、ずっと愛してるのタイトルで、2015年6月6日、公開。ティラノサウルスシリーズ、愛してくれてありがとう、出会えて本当に良かったの2冊をもとに、原作者の宮西達也が脚本として参加し、オリジナルストーリーを執筆している。宮西達也の楽しいお話1として、 本作を絵本としても書き下ろした。なお、前作である、お前うまそうだなとは、ストーリーのつながりはない。2015年、韓国で開催される、第3回順天湾世界動物映画祭のオープニング作品に選出された。ティラノサウルスの子供である、トロンは、父親のゼスタと母親のセラを失い、孤独の身となる。両親を亡くしたことを悲しみながらも、 立派な恐竜になるためを決意し、一人で冒険を始める。しかし、それは孤独暮らしの恐竜の世界にとっての冒険の連続だった。病気の母親を助けたいと願う泣き虫なスピノサウルスの子供のメソメソと生まれた頃から、家族も友達もいないパウパウサウルスの女の子のキラリに出会い、本当の強さと家族とアを学び続け、様々な成長を遂げてゆく。 さよなら、ティラノのタイトルで、公開予定。当初は2020年初夏に公開予定だったが、新型コロナウイルスの影響によって、公開延期。決まり次第改めて公開する予定。ティラノサウルスシリーズ、ずっとずっと一生だよをもとに肉を食べないティラノサウルスと、飛べないプテラノドンの友情を描いたストーリー。前作、前々作とは、全くの別ストーリーとなっており、 スタッフも一新されている。また、2018年に死去した、石塚運賞の遺作でもある。氷河期の終わり頃の恐竜の時代。強いのに肉を食べない、ティラノサウルスのティラノと飛べないけど元気なプテラノドンのプノンの2匹は天国へ向かう旅に出る。しかし、やがてそれが二人の運命を変えることとなる。 映画第一作の公開に合わせて2010年10月4日から10月29日まで、テレビ東京系列局において、月から金曜6時40分6時45分に放送された短編シリーズ。表題を含む宮西達也のティラノサウルスシリーズ4編をアニメ化。放送終了後に、テレビドガッチ、ギャオ、ストア、ニコニコ動画で配信。絵本オリジナルを再現した色調となっている。 お前うまそうだな君は本当に素敵だねあなたをずっとずっと愛してる一番愛されてるのは僕あなたをずっと愛してるに関するカテゴリーありがとうございます